ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。トロピカルソルベ、ライチとマンゴーの2種類が4個ずつで8個、1688円です。1カップ 110ml あたりは211円。原産国はタイ。賞味期限は来年の2月です。約10ヶ月です。冷凍コーナーで個性的なパッケージが目立ってました。マンゴーもライチも5分くらい前に同時に室温に出しておいたんですけれども、ライチの方が固めです。どちらもはっきりした味で、お砂糖の分甘くはなっていますが、果物をそのままって感じです。完熟マンゴーのねっとり感もちゃんとあります。コース料理のデザートに出てくるようなクオリティです。どちらもとても美味しいです。マンゴーは130kcal、ライチは 100kcal です。クゼフクのいちごあんバター 550g が2個、1880円です。3月の新商品で、しばらくあんバターと一緒に並んでましたが、今日はもうあんバターはなかったです。1瓶あたりは940円。そのままあんバターといちごジャムを足した味です。ゆるいのでパンに塗りやすいです。青カビチーズと蜂蜜のマリアージュは有名ですが、カマンブルーといちごあんバターも合います。さつまいもの天ぷらにも合います。まんじゅうの天ぷらみたいな感じです。でも塩で食べた方が好きですけれどもね。大盛屋カリカリ梅赤しそ 400g、 1098円から220円オフは4月18日までです。メルマガ掲載品です。赤しそは中国産です。加工は広島県。賞味期限は11月13日です。約7ヶ月です。お弁当用に買いました。お弁当は X とインスタにも上げているので、よかったらそちらもフォローをお願いします。コロッケを作りました。レンチンしたじゃがいもにカリカリ梅赤しそと桜エビを混ぜてから丸くします。冷蔵庫で冷やしてから衣をつけて揚げます。これもお弁当に入れました。ティピアックのマカロン 2480円から500円オフは4月14日までです。メルマガ掲載品です。赤パケから青パケに変わって、大好きなレモンマカロンが入ったので気になってました。ようやく買いました。ボッカプリンなどの売り場にあります。左からチョコレート、ストロベリー、レモン、ピスタチオ、ブルーベリー、バニラの6種類が6個ずつで36個です。1個あたりは55円。原産国はフランス。用冷蔵で賞味期限は5月2日までです。約3週間です。トレイは密封されていません。直径は38ミリくらい、高さは26ミリくらいです。一口で食べられるミニサイズですが、1個あたりは55キロカロリーです。ビビッドなはっきりしたカラーで、お味もはっきりしています。甘めのマカロンですが、チョコのビター感もしっかりあり、美味しいです。どれも名前の通りの味で、レモンはとても酸っぱいです。ちょいちょい家族がつまむんですけれども、人気があるフレーバーほど低いグラフになりました。今週のお酒はアサヒジノンです。懸賞当選品なのでコストコとは関係ありません。ジンベースの無糖柑橘サワーでキリッとして美味しいです。メニューはアメリカ牛とナスのトロツヤ炒め、さつまいもの天ぷら、リーフレタスサラダ、いちごあんバターとカマンブルーとバゲットです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。詳しいレビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。